毎年2月開催されるカリビアンリーグ。ドミニカやベネズエラなど4カ国のトップチームがラテンアメリカ野球のナンバーワンを競う国際大会です。その観客席に一人の日本人の姿がありました。元プロ野球選手、桑田真澄さんです。みんなでも体がいいですよね、あと何といっても魅力はショートセカンドですよ。守備抜群にうまいですね。ボールのさばき方と肩の強さっていうのは日本人にはできない、真似できないですね。今やアメリカメジャーリーガーの3割近くがラテンアメリカ出身。中南米はアメリカや日本以上に野球が盛んな地域なのです。桑田さんはユニフォームを脱いで3年、プロ野球解説や少年野球の指導など少し距離を置いたところで野球を見つめてきました。桑田さんがこの地を訪れたのは現在の野球に対する強い危機感からでした。若い世代に行くに従って野球に興味がないっていう人が多いんですよね。そうすると10年後20年後彼らが結婚して子供が生まれて家庭で野球を見ない、野球に興味がないってなると野球界としてどうなのかなという危機感は持ってるんですよね。今から何か取り組んでいかなきゃ手遅れになるんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。桑田さんは著書にこう書いています。野球というのは目に見えないものを大事にするべきだ。数字だけで選手を獲得したり起用したらやっぱりダメだと思う。特に今のアメリカでは数字が全てを測る尺度になっているし、それが日本にも浸透しつつある。そんな時代だからこそ目には見えない心を大事にした野球を見たい。日本やアメリカが失いつつある心を大事にした野球、それがここにあるのではないか。そんな桑田さんの旅の目的地はラテンアメリカ最強の野球大国、ドミニカ共和国。あ、こんなところでやってんの、すごいな。恵まれない環境でも夢を追いかける少年たち。スライディングしてるよこれ。メジャーリーガーを目指す若者との心の交流。野球はいいね、楽しい。目には見えない野球、心を大事にした野球は本当にあるのか。グローブとボールを抱え桑田真澄がドミニカ共和国を旅します。カリブ海に位置するドミニカ共和国は人口およそ1000万人、九州ほどの面積の小さな農業国です。サトウキビを原料にした砂糖が主要な輸出品。そしてもう一つ、ドミニカの重要な輸出産業が野球。サミー・ソーサやアレックス・ロドリゲス、ペドロ・マルチネスといったスター選手を輩出。現在およそ100人がアメリカメジャーリーグで活躍しています。首都サントドミンゴ、街のあちこちに野球をする少年たちの姿があります。ドミニカの子供たちの2人に1人はメジャーリーガーを夢見る野球少年。ドミニカ共和国は世界で最も野球が盛んな野球王国なのです。桑田さんが最初に訪れたのは
この町で一番の運動公園。うん、やってるやってる。おお、すごいとこで公式でやってんの。驚いたのはその環境。ベースが布だ、セカンドベース。ガタガタの地面に布のベース。日本にはない光景です。ドミニカは人口のおよそ半数が1日2ドルで暮らす貧困層。メジャーリーガーになることは貧しさから抜け出す手段でもあります。あの左の子、いいピッチャーになるだろうね。センスがあるよね。形がいい。投げるのもこう柔らかいしね。野球少年たちが声をかけてきました。桑田さんは勉強してきたスペイン語で答えます。クアレストスウェーニョグランデリーグリガーピッチャーピッチャーコンカルキープルグボーエンランデリーガーメジャーリーグではどのチームで。パイレーツで2年やりました。ディレクトもコントポンチェラーの2000. Tiene récord de 2000. Dos, ¿qué? 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 どんなピッチャーもホームラン打たれるものだから気にするな。グラシアス、グラシアス。アディオ。アディオス。グラシアス。嬉しいですよね。ああいう輝いた目を持ってるっていうのね、やっぱり子供たち夢がないとダメですよね。本当に夢に向かって一生懸命生きてるっていう感じがこう伝わってきますよね。桑田真澄の名を一躍有名にしたのは1983年夏の甲子園大会。 PL 学園の1年生エースとして優勝。甲子園通算20勝の記録は未だに破られて。一勝も挙げることなく39歳で現役を引退しました。メジャーの厳しさを肌で感じた桑田さんならではの強い関心。それはドミニカからなぜ多くのメジャーリーガーが生まれるのか。その秘密の一つがアメリカメジャーリーグの球団が直接運営するベースボールアカデミー。ヤンキースやメッツをはじめ全球団が進出しています。そこでメジャーリーガーになるための英才教育が施されています。桑田さんが向かったのはメジャー時代所属したピッツバーグパイレーツのアカデミー。あ、練習やってるやってる。広大な敷地に天然芝のグラウンドが3つ、メジャーの練習場と遜色ない設備が揃っています。綺麗にしてあるんですね。みんな大きいな、このアカデミーには現在60人の選手が在籍。メジャー球団から直接送られてくる練習メニューを中心にトレーニングを重ねアメリカに渡って行きます。彼らがどんな環境でどんな練習をしているのか、早速グラウンドに向かいました。ちょっと練習見せてもらいますって。おー、シー、ノー、ノー、プロレマ。ディレケ、シキレパルティシパル、ポデアセロタミエ。よかったら参加してくださいね。
臨時コーチとして迎えられました。野球エリートたちの中に入ると桑田さんが小さく見えます。バッティングピッチャーを買って出ました。リスト、リスト。ここにいる選手たちは球団専属のスカウトによって全国から厳選され、さらにテストを重ねて選抜されました。全国80万人と言われるドミニカの野球少年たちの頂点に立つ野球エリートたちです。桑田さんは選手たちの力を確かめるように一球一球丁寧に投げ込みます。ふう、ナイス。メジャーリーガーの卵たちの実力を肌で感じました。いい振りしてるわ、入ってきたばっかりでしょこれ、ブルペンでは入団間もないピッチャーたちが投球練習をしていました。180センチを超える長身選手がずらりと並びます。その半数以上が150キロを超えるスピードの剛腕投手。彼らはここでおよそ3年間かけて実践的な投球術を学んでいきます。みんな球が速いんですよ。みんないい体してるな。ピッチング練習を終えた1年生ピッチャーたちが外野で球拾いに参加。桑田さんも選手たちの間に入っていきます。野生味あふれてるねみんなね。猛獣みたいな感じだね。元メジャーリーガーと知った1年生ピッチャーたちが桑田さんの周りに集まってきました。コマンドです、ピッチャー。Mucho コマンドです。球種はいろいろ。シンク、チェンジアップ、フォーク。フォーク。プリン。プリン。テネドー。テネドー。ボンコントロール。ボンコントロール。コントロールは良かったんです。コントロールがもう僕の武器だから。さらに突っ込んだリクエストが。チェンジャー。桑田さんの選手時代の武器は鋭い変化球と抜群のコントロール。引退してからも体力作りは怠っていません。メカニカ。Exato, soy buena soltura. Non todo, soy. Pero me pregunta que cómo se sintió cuando subió a la grande. じゃあ嬉しかったね。本当に嬉しくて、もう夢だったから、子供の頃が夢だったから嬉しかった。Y aparte, o también. Oh, ay, mi madre. Pero él escuchó a Alex Rodríguez. 全寮制のアカデミーは練習環境だけでなく娯楽施設も完備され、生活環境もメジャー級。選手たちはアカデミーに入団すると1万ドル近い契約金を手にします。ドミニカでは家が建つほどの金額なのです。ランチに誘われました。アカデミーの食堂はメニュー豊富なビュッフェスタイル。メジャーリーグに通用する体を作るため、各選手に合わせた栄養管理も行われています。デリシオすごいね。彼はこれ全部食べるのかな。米と同じ。僕は必要なのは que cojan libre, especialmente él, el trabajo que es bien duro. Bueno, nosotros tratamos de hacer lo mejor de cada uno de los jugadores.
porque es nuestro trabajo. Aparte de eso, son como nuestros hijos que tenemos que criarlos y llevarlos por el buen camino, enseñándoles las cosas como son. 楽しみだね、こうやって大切にみんなが育ててるから、日本にない環境だからね、素晴らしいよね。さらに桑田さんが驚いたのが、午後は授業があること。社会常識やマナーなど、選手たちの教育にも力を入れています。この日の英語の授業は、野球で使う実践的な英語を教えていました。Number 12, attack early. That's in your swing. Stay focused. Stay focused. Yeah. What are your tools? Your tools. What are your tools? Contact. The contact. Right. Only contact and line right. You hit line right. What are your tools? The contact is soft. Your defense is excellent. It's a very good center field. You know, Godzilla, man. びっくりしました。こうやって勉強してるって知らなかったもんですから、指導者の人とか先生とかも本当に日本みたいに押し付けじゃなくて、コミュニケーションを取りながら、もうこちらの人のすごいところっていうのはコミュニケーション能力が高いですよね。よかったですよ来てね、うん、やっぱり自分の目で見なきゃいけないっていうことを本当につくづく思いますよね。こう見て感じてみるってことは大事ですよね。うん、彼ら身体能力は高いんで、一生懸命今こう勉強してるんでね、日本もうかうかしてられないなと思いました。うん、翌日パイレーツアカデミーの入団テストが行われていました。ここでは専属のスカウトマンがドミニカ各地から集めた年間8000人の候補者をテスト。そのうち合格者はわずか7、8人、合格率 0.1% という狭き門です。今回は40人がチャレンジしました。採用のポイントを聞きました。Ok, mira, los lanzadores regularmente uno los busca con buena extensión de brazos y que tengan buen tamaño, porque la organización nos exige un buen tamaño con relación al pitch. Y juventud, que es lo principal. Yo creo que el primer lugar es el más alto. Pero si no es malo, es que control de jugar, mental de fuerza, o sea, si se elegiste a la persona que entró a la academia, y de ahí 1A、2A、3A と上がっていくというね。で、最終的にメジャーに上がっていくという。厳しい道のりですよね。うん、野球は素晴らしいスポーツですけど、残酷な面、ある意味残酷な面ですよね。うん、選ばれないとチームにも属せないし、試合にも出れないわけですからね。ドミニカ野球の厳しい現実。この日は一人も合格者はいませんでした。ではアカデミー入団を目指す若者たちはどんな環境で練習しているのでしょうか。ドミニカには中学や高校野球はありません。その代わりプログラムと呼ばれる大小さまざまな選手養成所が全国に1000以上あります。これプログラム。その一つを尋ねました。ナオプログラムです。プログラムの責任者、ナオさん。彼は多くのメジャーリーガーたちを育てている名物コーチ。Beltré también salió de esta escuela. Beltré va a estar en esta. Él jugó con Beltré. Ah, okay. Él pichó a él. Solo Ichiro. Oh, Ichiro. Nao-san は Barry Bonds をはじめ、有名選手の体調管理を手掛けた名物トレーナーでした。Ichiro やGuerrero など、
現役スターたちとも交流があります。トレーナーの経験を生かした独自のやり方で若者たちを指導しています。あ、こんなところでやってんの、すごいな。こういうところでやってるっていうのをね、日本の子供たちどれだけ恵まれてるかという、すごいなこれ。ナオさんの練習場はスタジアムの裏にある狭い空き地。プログラムの授業料は無料です。指導者側は有望な選手を育てアカデミーに入団させることで契約金の 15% を受け取ることができます。穴開いてるから危ない、抜けてくるよ。なるべくコストをかけずに優秀な選手を育てることが成功の秘訣です。投球練習のスペースが取れないため、投手たちはシャドーピッチングでフォームを固めます。その隣ではキャッチャーのスローイング練習が始まりました。ナオさんが考えた独自の練習法が取り入れられています。Él dice que lo invita a ver un movimiento nuevo ahora que van a hacer. キャッチングとランニングを組み合わせた日本では見られない変わった練習方法です。La combinación que se haceDe la preparación física primero, combinado con el trabajo con el entrenamiento de pelota. Entonces por eso hacemos la combinación del acondicionamiento físico, que es parte de lo que ayuda a fortalecer la mente también. 場所がないところで本当よく考えた練習です。Está pensado bien la práctica, limitado espacio. Okay. 今の練習はちょっともらいます。Ah, que este tipo de práctica muy interesante y que va claro. utilizar. 選手の一人が桑田さんに変化球の握り方を聞きに来ました。キャッチボールで球筋を見せます。桑田さんの周りに奈緒さん以下選手たちが集まってきました。彼らにとってメジャー経験者の投球を見る貴重な機会。Si no es cuando ya tú llegas aquí, soltar rápido. Hey, cambio. ¿Cómo lo siento? Cambio. Kuwata さんはコントロールの大切さを伝えるように丁寧にコースを投げ分けます。低めにも投げたいね。La más corta más abajo. Más abajo. Ay, ya. Vale.Perito. Gracias. 15球ほどの投球でしたが、選手たちから拍手が起こりました。Él depositaba su fuerza en su pierna, entonces lo obligaba a venir con el brazo rápido adelante. Y la zona también me gustó mucho. Ya he retirado y mira la fuerza y la velocidad que todavía mantiene. Entonces para nosotros es muy importante porque se lo estábamos explicando.Antes de que lo hiciera, lo estábamos explicando eso mismo a ellos. No es tan fácil enseñar a un niño o un muchacho y que se le quede captado todo. Pero llega otra persona de fuera y ellos lo ven que lo que nosotros le estamos explicando es lo mismo. Y para ellos entonces se le hace más fácil. Gracias. Ya, muchacho. Felicidades. Estuvo buena, ¿no? ¿Verdad?
ナオさんの言葉には選手たちへの愛情がこもっています。Lo más importante para mí es la educación que él pueda desarrollar. Si no hay educación, no va a haber avance. No va a haber logros personales. No me gusta nada más ser entrenador por ser entrenador. Algo positivo usted tiene que plasmarle a ellos para que puedan transmitirlo hacia las demás generaciones que vienen. 今日は本当にいいものを見せてもらって非常に嬉しかった。ありがとうございました。Gracias. Thank you. ありがとう。Bye. こうドミニカに来てこういう現状を目の当たりにして、あ、もう何が何でもどんなことしてでもプロ野球選手メジャーリーガーになればいいんだって言うと思ってたんですよね。ところがいい人間にならなきゃいけないとか、で彼らが一生懸命強制されるわけでもなく自分から自ら進んで練習している姿っていうのはもう胸打たれましたよね。ドミニカの野球を旅する中で出会った若者たち、彼らの貪欲さやひたむきさに感動した桑田さんに新たな旅の目的が生まれました。大きな夢を持ちながら、こうキラリと光る子供に出会えたらいいなと思いますけどね。彼らがどういう思いで野球に携わって練習してどういう思いで毎日こう暮らしてるかみたいなね、そういうところまで見れたらいいかなと思いますけどね。自分の目でキラリと光る才能を持った野球少年を探したい。その情熱や夢を感じたい。パイレーツのスカウトに教えられて向かったのはサントドミンゴ郊外のグアヌマ。ほとんどの家に水道も通っていない貧しい村です。オラオラ、道路もこうだし下水もないしね。ここ入って大丈夫なの？ここ入って大丈夫です。話通してあるんですか？はい、通します。大丈夫大丈夫。桑田さんも半信半疑でやってきたマイロプログラム、現役メジャーリーガーを輩出する注目のプログラムだそうです。おー、いいね。何歳かな彼？¿Qué edad tiene Pichu? 16歳。体格やスピード、その身体能力の高さに驚いた桑田さんですが、しばらく見ていると不満の表情に変わりました。共通して言えるのはみんなコントロールが悪いね、やっぱり実力の世界だから実力が厳しいですよって。スピードがないピッチャーっていうのはやっぱりコントロールが必要なんですよね。スピードもそこそこ、コントロールも悪い、変化球はすごい変化球があるわけでもないんだとやっぱり試合じゃ通用しないですよね。さらにいくつもプログラムを回りましたが、キラリと光る才能にはなかなか出会うことができません。条件としてこう背が高い、力が強い、速いボール投げるっていう人がゴロゴロいるわけですからね。変われる時って一気にバッと変われるんで、何かちょっとしたきっかけをつかむだけで変わるんですよね。どこ見てもコントロールの人一人もいない。桑田さんがここまでコントロールにこだわるわけ、それはコントロールとは自分自身の心をコントロールすることだからです。著書にこう書いています。僕は150キロのストレートを投げるわけでもない、すごい変化球があるわけでもない、それでも
一球一球に心を込めて何万球というボールを投げてきた。真心を込めると個性が出てくる。自分にしか投げられないボールになる。心のこもったボール、それが桑田さんの原点であり、才能を見つける鍵でもあります。桑田さんはサンペドロデマコリスという町に向かいます。Porque es nuestro trabajo. Aparte de eso, son como nuestros hijos que tenemos que criarlos y llevarlos por el buen camino, enseñándoles las cosas como son. 楽しみだね。こうやって大切にみんなが育ててるから、日本にない環境だからね。素晴らしいよね。さらに桑田さんが驚いたのが、午後は授業があること。社会常識やマナーなど、選手たちの教育にも力を入れています。この日の英語の授業は、野球で使う実践的な英語を教えていました。What are your tools? What are your tools? Contact. The contact. Land right. Only contact and land right. You hit land right. What are your tools? Contact. The contact is solid. Your defense is excellent. It's a very good center field. You know Godzilla, man. びっくりしました。こうやって勉強してるって知らなかったもんですから、指導者の人とか先生とかも本当に。日本みたいに押し付けじゃなくて、コミュニケーションを取りながら、もうこちらの人のすごいところっていうのはコミュニケーション能力が高いですよね。よかったですよ、来てね。やっぱり自分の目で見なきゃいけないっていうことを本当につくづく思いますよね。こう見て感じてみるってことは大事ですよね。彼ら身体能力は高いんで、一生懸命今こう勉強してるんでね、日本もうかうかしてられないなと思いました。翌日、パイレーツアカデミーの入団テストが行われていました。ここでは専属のスカウトマンがドミニカ各地から集めた年間8000人の候補者をテスト。そのうち合格者はわずか7、8人。合格率 0.1% という狭き門です。今回は40人がチャレンジしました。採用のポイントを聞きました。 OK, mira, los lanzadores regularmente no lo buscan con buena extensión de brazo y que tengan buen tamaño, porque la organización no exige un buen tamaño con relación al pitch y juventud.僕なんか一番に弾かれるんですよ、背が低いからね。まあでも、じゃあダメかっていうと、コントロールで勝負したり、メンタルの強さであったりとかね、そうやって厳選して選ばれた人がこのアカデミーに入って、そこから 1A、2A、3A と上がっていくというね、で最終的にメジャーに上がっていくという、厳しい道のりですよね。野球は素晴らしいスポーツですけど、残酷な面、ある意味残酷な面ですよね。選ばれないとチームにも属せないし、試合にも出れないわけですからね。ドミニカ野球の厳しい現実、この日は一人も合格者はいませんでした。ではアカデミー入団を目指す若者たちはどんな環境で練習しているのでしょうか。ドミニカには中学や高校野球はありません。その代わり、プログラムと呼ばれる大小さまざまな選手養成所が全国に1000以上あります。
これプログラム。その一つを尋ねました。ナオプログラムです。プログラムの責任者、ナオさん。彼は多くのメジャーリーガーたちを育てている名物コーチ。De esta escuela fue que salió Pedro Martínez, Pedro Julio Astacio, Beltré, también salió de esta escuela. Beltré は対戦した。エルフを con。桑田さんが最初に訪れたのは、この町で一番の運動公園。やってるやってる。おお。すごいとこで公式でやってんの。驚いたのはその環境。ベースが布だ。セカンドベース。ガタガタの地面に布のベース。日本にはない光景です。ドミニカは人口のおよそ半数が1日2ドルで暮らす貧困層。メジャーリーガーになることは貧しさから抜け出す手段でもあります。あの左の子、いいピッチャーになるだろうね。センスがあるよね。形がいい。投げるのもこう柔らかいしね。野球少年たちが声をかけてきました。桑田さんは勉強してきたスペイン語で答えます。ファレストスウェニョグランデリーグリーガーピッチャーピッチャーピッチャーよ。con cada equipo el jugó en grande liga. メジャーリーグではどのチームで？パイレーツで2年やりました。Dile que como cuánto ponche la. 2000. Tiene récord de 2000. Dos que quién que. Y cuando y pregúntale que si el ponche o Alex Rodríguez. Alex Rodríguez を三振取った。ホームラン打たれた。あ、けどね、ペゴホンロン。Dile que cualquiera, a cualquier pitcher le dan un ronron, que está bien. どんなピッチャーもホームランは打たれるものだから気にするな。Gracias, gracias. Adiós. Adiós. Gracias. はい。嬉しいですよね、ああいう輝いた目を持ってるっていうのね、やっぱり子供たち夢がないとダメですよね。本当に夢に向かって一生懸命生きてるっていう感じがこう伝わってきますよね、桑田真澄の名を一躍有名にしたのは1983年夏の甲子園大会。 PL 学園の1年生エースとして優勝。甲子園通算20勝の記録は未だに破られていません。1986年巨人軍入団。小柄な体格ながらも卓越したコントロールと投球術で通算107一勝も挙げることなく39歳で現役を引退しました。メジャーの厳しさを肌で感じた桑田さんならではの強い関心。それはドミニカからなぜ多くのメジャーリーガーが生まれるのか。その秘密の一つがアメリカメジャーリーグの球団が直接運営するベースボールアカデミー。ヤンキースやメッツをはじめ全球団が進出しています。そこでメジャーリーガーになるための英才教育が施されています。桑田さんが向かったのはメジャー時代所属したピッツバーグパイレーツのアカデミー。ああ、練習やってるやってる。広大な敷地に天然芝のグラウンドが3つ、メジャーの練習場と遜色ない設備が揃っています。綺麗にしてあるんですね。みんな大きいな。
このアカデミーには現在60人の選手が在籍。メジャー球団から直接送られてくる練習メニューを中心にトレーニングを重ね、アメリカに渡って行きます。彼らがどんな環境でどんな練習をしているのか、早速グラウンドに向かいました。ちょっと練習見せてもらいますって。毎年2月開催されるカリビアンリーグ。ドミニカやベネズエラなど4カ国のトップチームがラテンアメリカ野球のナンバーワンを競う国際大会です。その観客席に一人の日本人の姿がありました。元プロ野球選手、桑田真澄さんです。みんなでも体がいいですよね、あと何といっても魅力はショートセカンドですよ。守備抜群に上手いですね。ボールのさばき方と肩の強さっていうのは日本人には真似できないですね。今やアメリカメジャーリーガーの3割近くがラテンアメリカ出身。中南米はアメリカや日本以上に野球が盛んな地域なのです。桑田さんはユニフォームを脱いで3年、プロ野球解説や少年野球の指導など少し距離を置いたところで野球を見つめてきました。桑田さんがこの地を訪れたのは現在の野球に対する強い危機感からでした。若い世代に行くに従って野球に興味がないっていう人が多いんですよね。そうすると10年後20年後彼らが結婚して子供が生まれて家庭で野球を見ない、野球に興味がないってなると野球界としてどうなのかなという危機感は持ってるんですよね。今から何か取り組んでいかなきゃ手遅れになるんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。桑田さんは著書にこう書いています。野球というのは目に見えないものを大事にするべきだ。数字だけで選手を獲得したり起用したらやっぱりダメだと思う。特に今のアメリカでは数字が全てを測る尺度になっているし、それが日本にも浸透しつつある。そんな時代だからこそ目には見えない心を大事にした野球を見たい。日本やアメリカが失いつつある心を大事にした野球、それがここにあるのではないか。そんな桑田さんの旅の目的地はラテンアメリカ最強の野球大国、ドミニカ共和国。こんなとこでやってんの、すごいな。恵まれない環境でも夢を追いかける少年たち。スライディングしてるよこれ。メジャーリーガーを目指す若者との心の交流。野球はいいね、楽しい。目には見えない野球、心を大事にした野球は本当にあるのか。グローブとボールを抱え桑田真澄がドミニカ共和国を旅します。カリブ海に位置するドミニカ共和国は人口およそ1000万人、九州ほどの面積の小さな農業国です。サトウキビを原料にした砂糖が主要な輸出品。そしてもう一つ、ドミニカの重要な輸出産業が野球。サミー・ソーサやアレックス・ロドリゲス、ペドロ・マルチネスといったスター選手を輩出。現在およそ100人がアメリカメジャーリーグで活躍しています。首都
サントドミンゴ。町のあちこちに野球をする少年たちの姿があります。ドミニカの子供たちの2人に1人はメジャーリーガーを夢見る野球少年。ドミニカ共和国は世界で最も野球が盛んな野球王国なのです。ナオさんはバリー・ボンズをはじめ有名選手の体調管理を手掛けた名物トレーナーでした。イチローやゲレーロなど現役スターたちとも交流があります。トレーナーの経験を生かした独自のやり方で若者たちを指導しています。あ、こんなところでやってんの、すごいな。こういうところでやってるっていうのをね、日本の子供たちどれだけ恵まれてるかという、すごいなこれ。ナオさんの練習場はスタジアムの裏にある狭い空き地。プログラムの授業料は無料です。指導者側は有望な選手を育てアカデミーに入団させることで契約金の 15% を受け取ることができます。穴開いてるから危ない、抜けてくるよ。なるべくコストをかけずに優秀な選手を育てることが成功の秘訣です。投球練習のスペースが取れないため投手たちはシャドーピッチングでフォームを固めます。その隣ではキャッチャーのスローイング練習が始まりました。ナオさんが考えた独自の練習法が取り入れられています。キャッチングとランニングを組み合わせた日本では見られない変わった練習方法です。La combinación que se hace de la preparación física primero, combinado con el trabajo con el entrenamiento de pelota. Entonces por eso hacemos la combinación del acondicionamiento físico, que es parte de lo que ayuda a fortalecer la mente también.場所がないところで本当よく考えた練習。今の練習はちょっともらいます。選手の一人が桑田さんに変化球の握り方を聞きに来ました。キャッチボールで球筋を見せます。桑田さんの周りに奈緒さん以下選手たちが集まってきました。彼らにとってメジャー経験者の投球を見る貴重な機会。Si no es cuando ya tú llegas aquí, soltar rápido. Hey, cambio. ¿Cómo lo siento? Cambio. Kuwata-san はコントロールの大切さを伝えるように丁寧にコースを投げ分けます。低めにも投げたいね。ラマスコのマーバー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 Felito. 15球ほどの投球でしたが、選手たちから拍手が起こりました。Él depositaba su fuerza en su pierna.
Entonces lo obligaba a venir con el brazo rápido adelante. Y la zona también me gustó mucho. Ya he retirado y mira la fuerza y la velocidad que todavía mantiene. Entonces, para nosotros es muy importante porque se lo estábamos explicando antes de que lo hiciera, se lo estábamos explicando eso mismo a ellos. No es tan fácil enseñar a un mundo. Dile que si quiere participar, puede hacerlo también. <笑>臨時コーチとして迎えられました。 野球エリートたちの中に入ると桑田さんが小さく見えます。バッティングピッチャーを買って出ました。リストリスト3ここにいる選手たちは球団専属のスカウトによって全国から厳選され、さらにテストを重ねて選抜されました。全国80万人と言われるドミニカの野球少年たちの頂点に立つ野球エリートたちです。桑田さんは選手たちの力を確かめるように一球一球丁寧に投げ込みます。フォーナイス。メジャーリーガーの卵たちの実力を肌で感じました。いい振りしてるわ、入ってきたばっかりでしょこれ。ブルペンでは入団間もないピッチャーたちが投球練習をしていました。180センチを超える長身選手がずらりと並びます。その半数以上が150キロを超えるスピードの剛腕投手。彼らはここでおよそ3年間かけて実践的な投球術を学んでいきます。みんな球が速いんですよ。みんなええ体してるな。ピッチング練習を終えた1年生ピッチャーたちが外野で球拾いに参加。桑田さんも選手たちの間に入っていきます。野生味あふれてるねみんなね。猛獣みたいな感じだね。元メジャーリーガーと知った1年生ピッチャーたちが桑田さんの周りに集まってきました。コマンドです。ピチェオムチョコマンドです。球種はいろいろ。シンク、シンク、チェンジアップ、フォーク、フォーク、プリン、テネドール、テネドール、テネドール、ボンコントロール、ボンコントロール、コントロールは良かったんですよ。コントロールがもう僕の武器だから。さらに突っ込んだリクエストが。チェンジアップ、チェンジアップ。桑田さんの選手時代の武器は鋭い変化球と抜群のコントロール。引退してからも体力作りは怠っていません。メカニカ、メカニカ、メカニカ、サートソルトゥーラ、ボナソルトゥーラ、ロントーション。¿Cómo se sintió cuando subieron a la grande? O sea, ¡feliz! ¡Está, ¿no? ¡Honestamente, feliz! ¡Como un sueño! 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 ¡選手たちはアカデミーに入団すると1万ドル近い契約金を手にします。ドミニカでは家が建つほどの金額なのです。ランチに誘われました。アカデミーの食堂はメニュー豊富なビュッフェスタイル。メジャーリーグに通用する体を作るため各選手に合わせた栄養管理も行われています。
delicioso. すごいね。彼はこれ全部食べるのかな。じゃあダメかっていうとコントロールで勝負したりメンタルの強さであったりとかね、そうやって厳選して選ばれた人がこのアカデミーに入って、そこから 1A、2A、3A と上がっていくというね、で最終的にメジャーに上がっていくという厳しい道のりですよね、うん、野球は素晴らしいスポーツですけど残酷な面、ある意味残酷な面ですよね、うん、選ばれないとチームにも属せないし試合にも出れないわけですからね。ドミニカ野球の厳しい現実、この日は一人も合格者はいませんでした。ではアカデミー入団を目指す若者たちはどんな環境で練習しているのでしょうか。ドミニカには中学や高校野球はありません。その代わりプログラムと呼ばれる大小さまざまな選手養成所が全国に1000以上あります。これプログラム、その一つを尋ねました。ナオプログラムです。プログラムの責任者ナオさん、彼は多くのメジャーリーガーたちを育てている名物コーチ。De esta escuela fue que salió Pedro Martínez, Pedro Julio Astacio, Beltré, también salió de esta escuela. Beltré は対戦した。エルフを今。桑田さんが最初に訪れたのは、この町で一番の運動公園。やってるやってる。おすごいとこで公式でやってんの。驚いたのはその環境。ベースが布だ、セカンドベース。ガタガタの地面に布のベース。日本にはない光景です。ドミニカは人口のおよそ半数が1日2ドルで暮らす貧困層。メジャーリーガーになることは貧しさから抜け出す手段でもあります。あの左の子いいピッチャーになるだろうね。センスがあるよね。形がいい。投げるのもこう柔らかいしね。野球少年たちが声をかけてきました。桑田さんは勉強してきたスペイン語で答えます。ファレストスウェーニョグランデリーグリーガーピッチャー。あの人のすごいところっていうのはコミュニケーション能力が高いですよね。よかったですね来てね、うん、やっぱり自分の目で見なきゃいけないっていうことを本当につくづく思いますよね。こう見て感じてみるってことは大事ですよね、うん、彼ら身体能力は高いんで一生懸命今こう勉強してるんでね、日本もうかうかしてられないなと思いました、うん。翌日パイレーツアカデミーの入団テストが行われていました。ここでは専属のスカウトマンがドミニカ各地から集めた年間8000人の候補者をテスト。そのうち合格者はわずか7、8人、合格率 0.1% という狭き門です。今回は40人がチャレンジしました。採用のポイントを聞きました。Ok, mira, los lanzadores regularmente uno lo buscan con buena extensión de brazo y que tengan buen tamaño, porque la organización no exige un buen tamaño con relación al pitch. Y juventud, que es lo principal. Boku nanka ichiban ni hajikare desu, sei ga hikui kara ne. Ma demo, ja dame ka tteiu to, kontrolu de shoubu shitari, mentalu no tsuyosa de atta ri to ka ne.
そうやって厳選して選ばれた人がこのアカデミーに入って、そこから 1A、2A、3A と上がっていくというね。で、最終的にメジャーに上がっていくという。厳しい道のりですよね。うん、野球は素晴らしいスポーツですけど、残酷な面、ある意味残酷な面ですよね。うん、選ばれないとチームにも属せないし、試合にも出れないわけですからね。ドミニカ野球の厳しい現実。この日は一人も合格者はいませんでした。ではアカデミー入団を目指す若者たちはどんな環境で練習しているのでしょうか。ドミニカには中学や高校野球はありません。その代わりプログラムと呼ばれる大小さまざまな選手養成所が全国に1000以上あります。これプログラム。その一つを尋ねました。ナオプログラムです。プログラムの責任者、ナオさん。主要な輸出品。そしてもう一つ、ドミニカの重要な輸出産業が野球。サミー・ソーサやアレックス・ロドリゲス、ペドロ・マルチネスといったスター選手を輩出。現在およそ100人がアメリカメジャーリーグで活躍しています。首都サントドミンゴ、街のあちこちに野球をする少年たちの姿があります。ドミニカの子供たちの2人に1人はメジャーリーガーを夢見る野球少年。ドミニカ共和国は世界で最も野球が盛んな野球王国なのです。桑田さんが最初に訪れたのはこの町で一番の運動公園。うん、やってるやってる。おお、すごいとこで公式でやってんの。驚いたのはその環境。ベースが布だ。セカンドベースガタガタの地面に布のベース。日本にはない光景です。ドミニカは人口のおよそ半数が1日2ドルで暮らす貧困層。メジャーリーガーになることは貧しさから抜け出す手段でもあります。あの左の子、いいピッチャーになるだろうね。センスがあるよね。形がいい。投げるのもこう柔らかいしね。野球少年たちが声をかけてきました。桑田さんは勉強してきたスペイン語で答えます。クアレストスウェーニョグランデリーグリーガーピッチャーピッチャーよ。コンカルキープルフボーエンランデリーガーメジャーリーグではどのチームで。パイレーツで2年やりました。ディレクトもコントポンチェラーの2000. Y cuando pregunta la que sigue, el poncho a Alex Rodríguez. Alex Rodríguez lo sacin todo. Home run, utareta. Ah, que le pegó un ron ahí. Dile que cualquiera, a cualquier pitcher le dan un ron, que está bien.どんなピッチャーもホームランは打たれるものだから気にするな。グラシアス、グラシアス。アディオス。アディオス。グラシアス。ジョー。ジョー。嬉しいですよね。ああいう輝いた目を持ってるっていうのね。やっぱり子供たち夢がない。九州はいろいろ。シンク。チェンジアップ。フォーク。フォークプリンテネドール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 がもう僕の武器だから。さらに突っ込んだリクエストが。チェンジアップ。桑田さんの選手時代の武器は鋭い変化球と
抜群のコントロール。引退してからも体力作りは怠っていません。メカニカ。Buena soltura. No, entonces. ¿Cómo se sintió cuando subió a la grande? Era ureshikatta, ne. Hontoni ureshikute. Mo yume datta ka. Kodomo no koro ga yume datta ka. Ureshikatta. Y aparte, o también. Oh, ay, mi amor. Pero él escuchó a Ale Rodríguez. Zenryou Sei no Academy wa renshuu kankyou dake de naku, goraku shisetsu mo kanbi sare,生活環境もメジャー級。選手たちはアカデミーに入団すると1万ドル近い契約金を手にします。ドミニカでは家が建つほどの金額なのです。ランチに誘われました。アカデミーの食堂はメニュー豊富なビュッフェスタイル。メジャーリーグに通用する体を作るため、各選手に合わせた栄養管理も行われています。すごいね。彼はこれ全部食べるのかな？米と飲め。僕は必要だ。que cojan libre especialmente él el trabajo que es bien duro. Bueno, nosotros tratamos de hacer lo mejor de cada uno de los jugadores porque es nuestro trabajo. Aparte de eso, son como nuestros hijos que tenemos que criarlos y llevarlos por el buen camino enseñándoles las cosas como son. 楽しみだね。こうやって大切にみんなが育ててるから日本にない環境だからね。素晴らしいね。さらに桑田さんが驚いたのが、午後すると1万ドル近い契約金を手にします。ドミニカでは家が建つほどの金額なのです。ランチに誘われました。アカデミーの食堂はメニュー豊富なビュッフェスタイル。メジャーリーグに通用する体を作るため、各選手に合わせた栄養管理も行われています。デリシオート。すごいね。彼はこれ全部食べるのかな？米と飲め。僕は必要だ。que cojan libre especialmente él el trabajo que es bien duro. Bueno, nosotros tratamos de hacer lo mejor de cada uno de los jugadores porque es nuestro trabajo. Aparte de eso, son como nuestros hijos que tenemos que criarlos y llevarlos por el buen camino enseñándoles las cosas como son. 楽しみだね。こうやって大切にみんなが育ててるから日本にない環境だからね。素晴らしいね。さらに桑田さんが驚いたのが、午後は授業があること。社会常識やマナーなど選手たちの教育にも力を入れています。この日の英語の授業は野球で使う実践的な英語を教えていました。What are your tools? What are your tools? Contact. The contact. Right. Only contact and line right. You hit line right. What are your tools? Contact. The contact. Your defense is excellent. It's a very good center field. You know, Godzilla, man. びっくりしました。こうやって勉強してるって知らなかったもんですから、指導者の人とか先生とかも本当に。日本みたいに押し付けじゃなくて、コミュニケーションを取りながら、もうこちらの人のすごいところっていうのはコミュニケーション能力が高いですよね。良かったですよ、来てね。
やっぱり自分の目で見なきゃいけないっていうことを本当につくづく思いますよね。こう見て感じてみるってことは大事ですよね。うん、彼ら身体能力は高いんで一生懸命今こう勉強してるんでね、日本もうかうかしてられないなと思いました。入ってきたばっかりでしょこれ。ブルペンでは入団間もないピッチャーたちが投球練習をしていました。180センチを超える長身選手がずらりと並びます。その半数以上が150キロを超えるスピードの剛腕投手。彼らはここでおよそ3年間かけて実践的な投球術を学んでいきます。みんな球が速いんですよ。みんなええ体してるな。ピッチング練習を終えた1年生ピッチャーたちが外野で球拾いに参加。桑田さんも選手たちの間に入っていきます。野生味あふれてるねみんなね。猛獣みたいな感じだね。元メジャーリーガーと知った1年生ピッチャーたちが桑田さんの周りに集まってきました。コマンドでスピチェオ、もちろんコマンドスピチェオ。球種はいろいろ。シンク、チェンジアップ、フォーク。フォーク。プリン、プリン、テネドール、テネドール。ブンコントロール、ブンコントロール。コントロールは良かったんですけど。コントロールがもう僕の武器だから。さらに突っ込んだリクエストが。チェンジアップ。桑田さんの選手時代の武器は鋭い変化球と抜群のコントロール。引退してからも体力作りは怠っていません。メカニカ。嬉しかったね。本当に嬉しくて、もう夢だったから、子供の頃が夢だったから嬉しかった。お、全寮制のアカデミーは練習環境だけでなく娯楽施設も完備され、生活環境もメジャー級。選手たちはアカデミーに入団すると1万ドル近い契約金を手にします。ドミニカでは家が建つほどの金額なのです。投げ分けます。低めにも投げたいね。ラマスコのマーバー、マーバペリート。15球ほどの投球でしたが、選手たちから拍手が起こりました。Él depositaba su fuerza en su pierna, entonces lo obligaba a venir con el brazo rápido adelante. Y la zona también me gustó mucho. Me he retirado y mira la fuerza y la velocidad que todavía mantiene. Entonces, para nosotros es muy importante porque se lo estábamos explicando antes de que lo hiciera, se lo estábamos explicando eso mismo a ellos. No es tan fácil enseñar a un mundo. Dile que si quiere participar, puede hacerlo también. Yo que te lo fantástico.臨時コーチとして迎えられました。野球エリートたちの中に入ると桑田さんが小さく見えます。バッティングピッチャーを買って出ました。リスト、リスト、ここにいる選手たちは
球団専属のスカウトによって全国から厳選され、さらにテストを重ねて選抜されました。全国80万人と言われるドミニカの野球少年たちの頂点に立つ野球エリートたちです。桑田さんは選手たちの力を確かめるように一球一球丁寧に投げ込みます。ふぅ、ナイス。メジャーリーガーの卵たちの実力を肌で感じました。いい振りしてるわ、入ってきたばっかりでしょこれ。ブルペンでは入団間もないピッチャーたちが投球練習をしていました。180センチを超える長身選手がずらりと並びます。その半数以上が150キロを超えるスピードの剛腕投手。彼らはここでおよそ3年間かけて実践的な投球術を学んでいきます。みんな球が速いんですよ。みんなええ体してるな。ピッチング練習を終えた1年生ピッチャーたちが外野で球拾いに参加。桑田さんも選手たち。道路もこうだし、下水もないしね。ここ入って大丈夫なの？ここ入って大丈夫ですか？話通してあるんですか？はい、通します。大丈夫、大丈夫。桑田さんも半信半疑でやってきたマイロプログラム。現役メジャーリーガーを輩出する注目のプログラムだそうです。おー、いいね。何歳かな彼。キエダティアネピッチ16歳。体格やスピード、その身体能力の高さに驚いた桑田さんですが、しばらく見ていると不満の表情に変わりました。共通して言えるのはみんなコントロールが悪いね、うん、やっぱり実力の世界だから実力が厳しいですよって。スピードがないピッチャーっていうのはやっぱりコントロールが必要なんですよね。スピードもそこそこ、コントロールも悪い、変化球はすごい変化球があるわけでもないだとやっぱり試合じゃ通用しないですよね、うん。さらにいくつもプログラムを回りましたが、キラリと光る才能にはなかなか出会うことができません。条件としてこう背が高い、力が強い、速いボール投げるっていう人がゴロゴロいるわけですからね。変われる時って一気にバッと変われるんで、何かちょっとしたきっかけをつかむだけで変わるんですよね。どこ見てもコントロールいい人一人もいない。桑田さんがここまでコントロールにこだわるわけ、それはコントロールとは自分自身の心をコントロールすることだからです。著書にこう書いています。僕は150キロのストレートを投げるわけでもない、すごい変化球があるわけでもない。それでも一球一球に心を込めて何万球というボールを投げてきた。真心を込めると個性が出てくる。自分にしか投げられないボールになる。心のこもったボール、それが桑田さんの原点であり、楽しみだね。こうやって大切にみんなが育ててるから、日本にない環境だからね、素晴らしいよね、うん。さらに桑田さんが驚いたのが、午後は授業があること。社会常識やマナーなど選手たちの教育にも力を入れています。
この日の英語の授業は野球で使う実践的な英語を教えていました。Number 12, attack early. And that's in your swing. Stay focused. Stay focused. Yeah. What are your tools? Your tools. What are your tools? Contact. The contact. Right. Only contact and line right. You hit line right. What are your tools? Contact to solve. The contact to solve. Your defense is excellent. It's a very good center field. You know, Godzilla, man. びっくりしました。こうやって勉強してるって知らなかったもんですから、指導者の人とか先生とかも本当に日本みたいに押し付けじゃなくて、コミュニケーションを取りながら、もうこちらの人のすごいところっていうのはコミュニケーション能力が高いですよね。良かったですよ、来てね。うん、やっぱり自分の目で見なきゃいけないっていうことを本当につくづく思いますよね。こう見て感じてみるってことは大事ですよね。うん、彼ら身体能力は高いんで、一生懸命今こう勉強してるんでね、日本もうかうかしてられないなと思いました。うん、翌日パイレーツアカデミーの入団テストが行われていました。ここでは専属のスカウトマンがドミニカ各地から集めた年間8000人の候補者をテスト。そのうち合格者はわずか7、8人。合格率 0.1% という狭き門です。今回は40人がチャレンジしました。採用のポイントを聞きました。Ok, mira, los lanzadores regularmente uno lo busca con buena extensión de brazos y que tengan buen tamaño, porque la organización nos exige un buen tamaño con relación al pitch. Y juventud, que es lo principal. Yo soy el que más me gusta. 翌日、パイレーツアカデミーの入団テストが行われていました。ここでは、専属のスカウトマンがドミニカ各地から集めた年間8000人の候補者をテスト。そのうち合格者はわずか7、8人。合格率 0.1% という狭き門です。今回は40人がチャレンジしました。採用のポイントを聞きました。Ok, mira, los lanzadores regularmente uno lo busca con buena extensión de brazos y que tengan buen tamaño, porque la organización nos exige un buen tamaño con relación al pitch. Y juventud, que es lo principal. 僕なんか一番に弾かれるさ、背が低いからね。まあでも、じゃあダメかっていうと、コントロールで勝負したり、メンタルの強さであったりとかね、そうやって厳選して選ばれた人がこのアカデミーに入って、そこから 1A、2A、3A と上がっていくというね、で最終的にメジャーに上がっていくという厳しい道のりですよね。うん、野球は素晴らしいスポーツですけど、残酷な面、ある意味残酷な面ですよね。うん、選ばれないとチームにも属せないし、試合にも出れないわけですからね。ドミニカ野球の厳しい現実、この日は一人も合格者はいませんでした。ではアカデミー入団を目指す若者たちはどんな環境で練習しているのでしょうか。ドミニカには中学や高校野球はありません。その代わり、プログラムと呼ばれる大小様々な選手養成所が全国に1000以上あります。これプログラム。その一つを尋ねました。ナオプログラムです。
プログラムの責任者ナオさん、彼は多くのメジャーリーガーたちを育てている名物コーチ。De esta escuela fue que salió Pedro Martínez, Pedro Julio Astacio, Beltré, también salió de esta escuela. Beltré, Matais está. Ah, él jugó con Beltré, él pichó a él. So, Ichiro? Yeah. What are your tools? What are your tools? Contact. The contact. Right. Only contact and line right, you hit line right. What are your tools? Contact is soft. Your defense is excellent. It's a very good center field. You know Godzilla, man. びっくりしました。こうやって勉強してるって知らなかったもんですから、指導者の人とか先生とかも本当に日本みたいに押し付けじゃなくて、コミュニケーションを取りながら、もうこちらの人のすごいところっていうのはコミュニケーション能力が高いですよね。よかったですよ来てね、うん、やっぱり自分の目で見なきゃいけないっていうことを本当につくづく思いますよね。こう見て感じてみるってことは大事ですよね、うん、彼ら身体能力は高いんで一生懸命今こう勉強してるんでね、日本もうかうかしてられないなと思いました、うん、翌日パイレーツアカデミーの入団テストが行われていました。ここでは専属のスカウトマンがドミニカ各地から集めた年間8000人の候補者をテスト。そのうち合格者はわずか7、8人。合格率 0.1% という狭き門です。今回は40人がチャレンジしました。採用のポイントを聞きました。Ok, mira, los lanzadores regularmente uno lo busca con buena extensión de brazo y que tengan buen tamaño, porque la organización nos exige un buen tamaño con relación al pitch. Y juventud, que es lo principal. Yo creo que el primero es que se haga un poco de tamaño. Pero si no, ¿qué es lo que se haga? 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 ¿Qué es lo que se1A、2A、3A と上がっていくというね。で、最終的にメジャーに上がっていくという。厳しい道のりですよね。うん、野球は素晴らしいスポーツですけど、残酷な面、ある意味残酷な面ですよね。うん、選ばれないとチームにも属せないし、試合にも出れないわけですからね。ドミニカ野球の厳しい現実。この日は一人も合格者はいませんでした。ではアカデミー入団を目指す若者たちはどんな練習してる姿っていうのはもう胸打たれましたよね。ドミニカの野球を旅する中で出会った若者たち、彼らの貪欲さやひたむきさに感動した桑田さんに新たな旅の目的が生まれました。大きな夢を持ちながら、うん、こうキラリと光る子供に出会えたらいいなと思いますけどね、うん、まあ、彼らはどういう思いで野球に携わって練習してどういう思いで毎日こう暮らしてるかみたいなね、そういうところまで見れたらいいかなと思いますけどね。自分の目でキラリと光る才能を持った野球少年を探したい。その情熱や夢を感じたい。パイレーツのスカウトに教えられて向かったのはサントドミンゴ郊外のグアヌマ。ほとんどの家に水道も通っていない貧しい村です。道路もこうだし、下水もないしね。ここ入って大丈夫なの？大丈夫です。
話通してあるんですか。はい、通してます。大丈夫。大丈夫。桑田さんも半信半疑でやってきたマイロプログラム。現役メジャーリーガーを輩出する注目のプログラムだそうです。おお、いいね。何歳かな彼。¿Qué edad tiene Pitcho? 16歳。体格やスピード、その身体能力の高さに驚いた桑田さんですが、しばらく見ていると不満の表情に変わりました。共通して言えるのはみんなコントロールが悪いね、うん、やっぱり実力の世界だから実力が厳しいですよって、ね、スピードがないピッチャーっていうのはやっぱりコントロールが必要なんですよね。スピードもそこそこ、コントロールも悪い、変化球はすごい変化球があるわけでもないんだと、やっぱり試合じゃ通用しないですよね、うん。